俺叩かれやすいオーラあるかな。お前に大事な話があるな。まあ言うことあるんじゃないの。ハードです。ジムから連絡があっちゃったな。ただの。ダメですよね。まあ、こんでお前。何本買っとんだね。あ、みんな四日市。ああ。それでね、あの。YouTube やってます。あ、そうなんですか。ちょっと見て。ちーちゃんちょっとせっかくだね。ちょっと出ると。あ、この子、ああ、はい、私はね、ちょっと、じゃあ、後半まで叩いてください、私は。叩ける？思いっきりだよ。もう一回。まあまあ力強いね。ダイバー、ダイバー、返して。おじさん、あれだよ、YouTuber だよ。あとじゃあ、それあげるわ。あとちょっと仕事終わったよね、おじさんの貸して。6月19日、大阪でとび職の方お待ちしております。こんな和気あいあいとした後に怒りに行くとは思いもしないけれど、和気あいあいとしたぞ。なんか俺叩かれやすいオーラあるかな。なんか叩きたい顔してるのかな。叩きたい顔してるのかな。 OK！お疲れ様です。もういいじゃん、ちょっと会社の雰囲気見ようかな。ちょっとお前に大事な話があるな。会社の雰囲気で考えさせてもらうわ。会社次第だね。バラせよ、お前。ちょっとお前問題が発生してる。問題ですか。私の方見ないでくださいよ。違います。私のせいにしないでください。俺の最強パトロール軍団。すいません。こんにちは。なんでそういうことするんですか。私じゃないですって。いや、わかりますよ、大体。何やってるのかな。中指ですね。小指かい。言わないの。あ、そういうこと。ありがとうございます。ありがとうございました。戻ってきましたけど、全然解体もなくって感じで伝えてもないんですけど、大丈夫ですか。お客さんまで取れんだろう、お前そんなこと。お客さんずっと見てくれてたからね。そうそうそう。お客さん喋ってくれたね。リュウジにあのとこで、いや、としかねえんだろ。確かに。あ、コメン呼び出すか。せっさんってずっとな、めちゃくちゃいい人だったもんね。なんかめちゃくちゃ優しい人。すっごい喜んでな、話してくれた。じゃあコメンにループワープだけどね、本当。本当はワープ。ループじゃあそれループじゃん、ワープなんだ。ループリュウジ乗れよ。リュウジ、はい。接さがったもんな、俺しかめんかったわ。このまま帰ってくれるんかなと思います。残念。残念でした。トランともやべえ。あと1個言っていいですか。子供にピコピコハンマーあげるって言ってなかったですか。しかもそれ思い出したけど、お前まだ殴らんの。言われたっすか。言われた。社長に預かったって言ってくれた。奥さんに、いや、おばあちゃんに、あれ社長どこ行きましたかとか言って、いや社長今もう行きましたよって言ったら、いや子供にピコピコハンマーあげるって約束したのにとか言って、ああ行っちゃったんだみたいな。あとモテたってやん。そんなこといいや、そんなに和やかムードとつく醸し出しちゃうんですね。あ、なんて言いましたか。ちょっと今何名古屋のムード醸し出しちゃうんだお前。俺も本当にぶち切るんだよお前。ほっこりって感じだったっすけど、名古屋のムード何醸し出しとんねんお前。おい、ほっこりからいけんやん。まあ、言うことあるんじゃないの。ハードですか。はい、俺言うことあるんじゃないの。ピコピコハンマーですか。そんな、まあ、俺がよくコメント欄に叩かれる言葉あるだろ。俺の金って言ったら分かる。俺のお金は俺の金みたいな感じ。ジャイアンじゃないですか。ジャイアンじゃないですか。ジムから連絡があったんだな。もういいんですかねって言って。あ？始めなかっただろ。また。また。お前いい人だろお前。
こいつね、視聴者の皆さん、3000万勝手に買ったのよ。買ったったで、また2000万だよ。勝手に買ったんすか、また。じゃ最初なんか1億、どこにしたの確か。1億、もともとなんか相談があって、はい、材料買っていいですかって言って、いくらだって言ったら、1億買うと。じゃあ、ふざけんなって言って、ちょっともういいや、元木さんと話すわって言って、常時使うならもう買ってもいいけど、それは偉いって言って、まあ、今度お前5000万本買ったんだ。笑顔で買ってます笑顔で買ってます。そんな金ないからね銀行が借りてるだけよ私で、まあまあ2000万あるじゃん。しかもその話もあれなんだって、3000万で怒られて、まあまあ連絡してこいと。赤手に買うんじゃなくてね。そうそう、ほんで、はい、なんとかリースとかあるじゃん、はい、であそこに頼んで、はい、あの足場をリースで買うんじゃなくて、そのローンみたいな感じのリース言ってんの分かる。その車とかもリース会社通すと、要はトヨタで買うんじゃないけど、はい、買うんだけど、その車屋さんからリース会社に頼んで、リース会社に所有してもらうんだ、はい、そうするとそこにローンみたいな、ローンじゃないんだから、うん、俺の所有物じゃない、はい、リースみたいな感じ。そうそう、ローンだと俺の所有物じゃん、はいはいはい、リースだと、まあ、そこが所有して、はい、例えば4年間で全額払うんだけど、払ったら俺の所有物になって別に全部タダでくれるわけで、2000万ぐらいはいいかなって言ったんだけど、リース会社相談する前、相談する前から勝手に言ってるから3000万、2000万の方、うん、でもまあ本当にあれだろ、180万のやつまた別でまた入れちゃっただろ。それ入れれないって言うよ、リースも。リース会社 もう間に合わないって言ってる。もともとはちょろっとちゃんと行ってきたんだけど、180万の。ああはいはい。で、あちょっとじゃあリース会社頼んで、もうだってまとめて出せよって。ちょろちょろだとリース会社組めんじゃん、はい、一目上がる、うん、180万ごとにリース組んどったら、うん、めんどくさい。だから俺はまあ2000万ぐらいでもう組んじゃうから、1500万2000万ぐらいでリース会社さんに、うん、なのにファイナルだってなのにファイナルファイナルなのにファイナルだってお前何なのにファイナルだよお前、はい、お前こんなことお客さん前で喋れへんだろお前来たら前俺もちいありがとうございますって言って綺麗にしてくれたねって言ってたもんね、俺もうそんなことより怒りたいよって解体現場取りに来たわけじゃないよって、解体現場取りに来たわけじゃないから、まあ、最後までおるしかなかったよもうあれな。いや本当よ、まあでもあのね、まあそれはそうそう、まあ買取も来とるしね、あの今買取道場、まあ、いつも最後に説明するんですけど、あそこの買取ってやってて、はい、結構買取も来てんだもん、あ、はい、500万ぐらいの買取とかも来てるし、今2つ3つぐらいポンポンポンって来て、で今一応ねちょっとまあ愛知名義ちょっと相談も受けたんで、ちょっと遠いところは買取行ってもいいのかなって、じゃ相談してください、うん、こっちから取りに行っても、うん、いいのかなっていうのを思っとるんで、あのまあ、ちょっと電話で何個かあって、やっぱ全国的に放送しとるから、そうですね、 YouTube、うん、どこどこでも買い取り来てくれるんですか、北九州とかですか、そうそう、でトラックから北九州そうそう、でもうちはもうメッシュからだから買うから、あ、はい、何でも買い取り、そうそう、メッシュは変わんのはリース会社、へえ、うちは自分たちで使うもんね、プラス俺は周りに足場さんがおって YouTube 上でも宣伝できるから、うん、航空宣伝機やってもう材料寝かせるのはちょっと偉いもんな、うん、と思うけど、まあいいよ、そう、はいじゃなくてお前お前のファイナル話しとるよ、いや、あなたが変えたんですよ話しとったら全然話じゃない、軽く話しとる、必死になっちゃったけどお前、そうそう、ほんでお前、じゃあリース会社に、まあ、急遽頼んでお前今やっとるやねんお前、ありがとうございます、ありがとうございます、お前の金で買えよ、また俺の金って言うとコメント欄あれやけどまあ会社の金だけど、まあね、株主だからね、俺一応100%株まで取り返します、もちろんじゃ俺の金で私服を肥やすためには使ってねえからな、はい、まあ、最近ちょっと使ってるかもしれんけど最近なんかそうですね、服がそうですね知れとんかよ、グミだよ、YouTube にもなってるようにね、だけど、だって YouTube やるまで本当に服も買ってないだろ、買ってないですよ、上下にいくらだったよ、俺、そうです、本当だよな、本当にそうですね、俺の金だっていうイコール俺じゃなんか私服を肥やすために買っとると思うけど、車もないしな、ずっと買ってなかったしな、そうですね、なんかフェラーリが最近あった気がする、じゃああれだから昨日も動画撮ったな、あ動画にならんか、値段上がっとる、3台買ってた、こればっかりいいんだ、お前の話だってお前ごめんなさい、ファイナル、ごめんなさい、ファイナルアンサーどうすんだ、この落とし前どうすんだって頑張って仕事して、簡単に2000万やから、じゃあ本当だぞお前ら、足場なんかそんな簡単にお前儲かる儲かると思ってるけど、お前材料いくら前ね年間金買っとると思ってんよお前、ああコツコツ積
み上げます。コツコツ頑張ることが大切ですね。トゲやわ。おわねえ、リアジさんがいると怒ってる雰囲気なくなるね。聞かへんもん人の話。とび職の方ご参加お待ちしております。はい、じゃあちょっとね、はい、リアジが俺もお前の金給料で買って車買ってみようと思います。いい車、それでお願いしよう。いい車買えるかな。なあ、こいつの給料買ってローン組んでみたとか。それ面白いよ。あとイベント、さっき足場のねちょっと買い取りの話もしたんですけど、工具とかも買い取ろうかなと思ってます。ぜひ声かけてほしいのと、はい、あとがイベントが6月19日大阪、うん、大阪飛び職人限定の名刺交換会、うん、はい、7月14日オンラインセミナー、オンラインセミナーが、はい、4月14日、あのすっごい方、駒翔さんね、はい、駒翔さんがリフォームの、ね、これもまた SNS の成功事例としてはすごいんじゃない、インスタ、うん、YouTube、 あと Google のなんかああいうのなんか使ってなんかいろいろやって、もう広告宣伝ゼロみたいな、うん、SNS だけで集客してるっていう、うん、また今日も塗り替え道場平和やっておりますので、チャンネル登録いいねよろしくお願いします。お願いします。またねー。